山本です。山本さん、何でもいいです。あーちゃん、新婚でホームレス基地ですね。ホストされてらっしゃったんですか。はい、女の子がいたらそういうホストみたいな感じになるんじゃないかって思って、だから一緒に仕事したいなって。またずーっと一時も話さずいる感じですかね。二人でできる仕事を探してます。一応ペットも一緒に。え、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今日ちょっとお二人来ていただいたんですけど、前回の動画見られました。はい、お二人のこの仕事をこう探すということでチャンネルでやってたんですけど、はい、お二人が面接を望んだ方から連絡がちょっとつかずに、岐阜県の方の方から連絡が来て、はい、ということで、まあ、実は僕ら動画にはしてないですけど3人で岐阜の方にね行ったんですよね。ちょっとそこでは折り合いがねつかずに、お二人の仕事もちょっと決まらずに、動画としてもまあお蔵入りというか、まあという感じになっちゃったんですけど、はい、今回はこの向ヶ丘遊園にある交通整理の会社で、はい、ぜひうちで働きませんかということでご連絡をちょっといただいて。今日はそれを面接に来ました。はい、とんでもない、とんでもないです。で、その連絡くださった方は女性の方で、その会社で働いてらっしゃる方なんですけど、まあ、もちろん動画も見てくださってて、すごくそのあーちゃんの気持ちが分かると。はい。いただけてると。そうそう。そういう気遣いがあるってところがね、今回一番ありがたいところです。一応ですけど、会社が提携のあるアパートにも入れるそうで、でもちろんそこは猫ちゃんも OK ということ。猫ちゃんも一緒で。ということでございます。ありがとうございます。いやいや、ちょっと待ってください、まだわからないですからね。実際二人に会ってみたら、あ、やっぱ無理だってことあるかもしれないね。これもうあれですよね、ほとんどこっちが自分たちのもので、うん、こっちはもう全部猫ちゃん、これがトイレとか砂。あ、本当だ本当だ。ということは、はい、もうあれですね、今日から住み込むつもりで来てますよね、ちゃんと。はい、命だけで、はい、これ持ってまた来た道戻るの悲しいな。この間の撮影終わった後もずっとホテルとかをこう転々とされてる感じなんですか。そうっす、もう やばいです。池袋から来たんですけど。今日ですか。はい、はい、はい。2000円余ります。2000円余ります。じゃあもうあと残り2000円で今から面接っていう感じなんですね。お二人の手持ちは2000円という。もし今日の面接ダメだったらもう。だからなんとか受かりたいなって、ね、この面接がダメだったら終わりなんですね。そうです、終わり。僕の背負うもんもでかくて震えてます正直。いやいやいや、だからってもう向こうの言うことはもう全部飲んで、ね、後々それが歪みになってもあれなので、2人も聞きたいこととか遠慮せずにもうバンバン心配のことは面接で聞いちゃった方がいいと思います。ありがとうございます。うん、2人の聞きたいことがちょっと相手に言っとって失礼に当たるかなと思ったらフォローしますし、ありがとうございます。2人がね、そこでちゃんと働いて続けれることが一番だと思うので、はいはい、うん、いや本当にね、こんな機会をいただけてありがたいとしか言いようがないですかね、本当に。何としてもでも決めたいですね。そうですね、ここはね、決めてやっとね落ち着ければもう感謝感激ですね。先方の会社の方に向かいましょう。はい、そうですね。よし、頑張りましょう。
乗っちゃってください。緊張してますか？山本さんも緊張してます？通常ですかね。はい、はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はじめまして、井上です。あ、井上さんでいらっしゃいますか？はい、あ、どうもありがとうございます。もう早速待ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。すいません、井上さん、ご連絡いただきました、井上さんです。ありがとうございます。すいません、お迎えまで来てくださって、あのお二人ちょっと改めましてご連絡いただきました、あの井上さんです。会社がセンターのない3階なんですけど、はい、大丈夫ですかね、はい、ちょっとお手伝いするんで。ああ、もちろん僕も手伝いますんで、行きましょう。はい、はい、この3階です。あ、階段も狭いので、はいはい、よいしょ。荷物、このお部屋の外に置かしといてもらった方がいいですよね。大丈夫ですか？はじめまして、アトムチャンネルの青柳と申します。よろしくお願いします。いいですか？はい。私ね、横田と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか泣いてる。あ、猫ちゃんです。あ、いるの？はい、大丈夫なの？あ、それ入って、あ、入ってるんだね。はい、じゃあちょっと履歴書を拝見させていただいてよろしいですか？はい、はい。今現在、島根に住んでる。現住所が、住民票の住所は島根にあると、ね。置きっぱになっちゃってる状況なんで。ああ、なるほどね。本籍はどちらになりますか？本籍地。本籍地は今、島根です。今、東京に住んでらっしゃったんだよね。はい。ただ、住民票を移してないっていうだけなんですね。はい。それで、そこは出てきちゃったと。そう。だからもう、今日はじゃあ帰るとかどうするの？一応説明させていただくと、うん、今生活保護をもらいながら住んでたこう家があったんですけど、はいはいはい、その家が結構こう近隣 そのトラブルとかそんなのあって、はいはい、今結局、はい、まあ、家はあるんだけど、はい、ずっとホテル暮らしをしている状態なんですよ。なるほどなるほど。荷物を持って、はいはいはい、家は一応今借りてはいるけどそこには住んでないような状態なんです。住んでないっていうよりも住めない状態。そうそうです。そういうことですよね。そうです、そうです。わかりました。はい、あの寮に住むとか、あの例えば、うち そのアパートに住むっていう、はいはい、その話に関してはちょっと私じゃなくて、こっちに社長がいるんですけども、はいはい、社長の方にちょっとあの話が変わっちゃうんですけども、はい、まず私はあの面接採用担当のものなんで、はい、そこまでは私の方でちょっと進めさせていただきます。はい。それで一応井上の方から、聞きましたらば、お二人とも同じ現場でやる方のがベストだと。そうですね。そういうことね。同じところに入って、はい、2人でやるのがいいと。でただ、車両通行止めだとか、はい、屋根なんだとかっていう時に、はい、同じ現場なんだけどもちょっとこう離れたところにポジションとして行くのはそれは全然構わないです。はい、わかりました、わかりました。で今まで、警備の経験というのは全くないですよね。わかりました。あの私の方が全然採用するにあたっては全然問題ないんで、はい、あの採用という形を前提にお話をこれから進めていきますんで、はい、女の子が一番そういうホストみたいな感じになるんじゃないかって思って、
だから一緒に仕事したいな。またずーずー一時も話さずいる感じですかね。二人でできる仕事を探してます。井上さん、はい、ご連絡本当にありがとうございます。こちらこそ。今井上さんもこちらの、はい、東部警備さんの方で働いてらっしゃるんですよね。はい、働いてます。社長は、はい、父親です。そうですよね、はい。社長の娘さんなんですよね、井上さんは。そうですよね。はい、なんで今回連絡してくれようと思ったんですか。やっぱり。私自身山本夫妻と年齢が近いのもあって、なんかそういうので今この年齢で、お仕事に困ってる、生活に困ってるっていうのを純粋にもう普通にかわいそう、何か助けられることはないかなって思ったのがきっかけで、私自身もちょっと心が弱いというか、実際に今もまだ精神科の方に通いながらお薬飲みながらお仕事をしてってやってるんですけど、やっぱそういうのでなんか分かる部分もあるし、もともと山本さんの旦那さんの方がホストやられてて、そのやっぱ職場に女の人がいたらっていう不安になっちゃう気持ちも私女性として分かるので、動画を見てて、はい、あーちゃんにちょっと感情移入しちゃったようなところがあるんですかね。そうですね。あーちゃんの気持ちも全然ちょっと理解ができるというか。そうですね。なるほど。ちなみに、はい、山本夫妻の動画を上げると結構そのコメントとかで、はい、彼らに対してその否定的であったり、それ違うだろっていう指摘みたいなのとかも多かったりすると思うんですけど、ああいうのをこう見てどのように思われてたんですかね、井上さんは。正直ごもっともだなっていう意見もありますし、でもなんかそこでなんか見捨てちゃったらね、なんか難しいけど、そういう意見があるのは仕方ないのかなって思うし、だから私も勇気がいったんですよ。なんかここでご連絡して写すってなった時になんか私もドキドキしたんですけど、2人がやっぱ、生活うまくいってもらうことの方が大事なので、そういう言葉とかに負けないでここから頑張っていってもらいたいなと思ってます。本当にありがとうございます。とんでもないです。まず最初に、採用するにあたって動いていただきたいのが、住民票を、こっちに移動してほしいんですよね。はい、もちろん。急ではできないんで、やっぱご本人たちがやらないとしょうがないことなんで、これに関しては。だから、住民票の移動をまず最初にやってもらいたいという、警備票に関してはまず住民票が絶対的に必要だということ、それが揃ってから現場に出してくださいねというのが、これが公安委員会からのやっぱり通達なんですね。だからそれをまず第一に早急にやっていただきたい。わかりました、はい、でそれが揃った時点で、現場に出ていただくという形のものになります、あとこの、履歴書にまだ写真が貼ってないんで、ここに貼る写真をと警備員名簿というのがあるんですね、その名簿に貼る写真も必要なんで、ここに貼る写真以外にもう1枚ずつ、うちの私の方が欲しいということ、それだけ、準備ができた時点で現場は出られるようにちゃんとします。それは、昼間と、夜とってありますけども、基本的にはだいたい昼間の仕事っていうのは基本的なことです、多分、今の状況だと、とりあえずは日払いなんですよね、希望としてはね、日勤で、1万500円、で、一応実働としては8時間、だけどもこの仕事は5時間で終わっても1日の給料、何時に終わろうが
もう出勤すれば1日は1日の賃金でもらえますよと。研修期間中、はい、研修期間中の日当に関しては1日7500円、それも、研修が終わった時に7500円は現金でお渡しします、はい、一応そんな形のものですね。なんか質問とかっていうのもあれば、なんかここ質問はちゃんと聞いといた方がいいと思います。そうですね、そうですね、ええ、山本さん気づかずに普通に多分気になることを聞かれた方が、ええ、あーちゃんなんかあります？緊張してるから。緊張してますか今。怪我とか、ええ、労災もあります。労災出ます。あ、ありますか。はいはい、もちろん、もちろんそれは作業中に怪我があった場合とか、それはもう絶対大丈夫です。装備品だとかそういうのは全てうちの方でお渡ししますよ。絶対と一切お金はかからないから、絶対お金はかからない。ただ自分でお金のかかるものって言ったらば雨がっぱ、はい、あとは普通の、まあ普通に安全靴履かなくてもこういう普通のズック靴なんですけど、だからこういうものに関しては自分で靴だとか買ってもらわないと、まあ普通の靴でいいですよ、普通の靴、はい、ちなみにお二人靴をお持ちじゃないっすよね。ないです。靴のお願いします。ここでの研修やるときにはサンダルでいいですよ、着てても。でその時に終わればその日に7500円ずつお渡ししますんで、はいはいはい、でそれで靴買っていただければいいんじゃないかなって、はい、俺は思いますけどね、うん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 、だから、自分で揃えなくちゃいけないものだったら雨がっぱと、はいはい、ぐらいかな。それからあと、うちが採用してからまず10日で1万円、はい、で20日で2万円、はい、30日で3万円の、はい、お祝い金という、お祝い金として、はい、合計で、3、2、1だから6万円、給料にプラスで1万円もらうと。そうです、そうです、そうです、お祝い金というのをお渡しします。いただいてるんで、はい、それ以降はないですよ。もちろん、もちろん、とりあえず活動日数で30日働いたらば合計金額が6万円の6万円、はい、それ以外に自分たちが働いた日勤の給料が入りますよということ。相当いいですね。そんなことあるんですよ。30日経ったじゃなくて30日実働で働いたらですからね、はい、それだけ間違わないですからね、はい、ね、お二人にとって、全てにおいて悪い条件ではないと思うんですよ、うちの会社に関しては、はい、ね、まあ、皆さんそういう形でうちの会社で入って仕事をしてますんで、みんな同じ条件ですから、はい、今うちの社長の方とちょっとバトンタッチしますので、よろしく、すいませんけど。お願いします。社長さんでいらっしゃいますか。はい、柳井さんと申します。柳井さん。今二人もう荷物持ってきちゃったっていうんで。そうなんです。大家さんに大至急連絡して、まあなんとか部屋は空いていると。うん、あ、本当ですか。部屋は空いてるんですけど、はいはい、ただ大家さんがあんまり貸す気がないアパートなの。大家さん自体がそこのアパートで生計を立ててないからさ、家賃収入とかそういうんじゃなくて。ああ、そういうことですね。だからはっきり言って部屋は汚いし、まあ、蜘蛛の巣だらけとかそんな部屋しかないんですよ、うん、あれだったら今から持って掃除をして住むっていうような感じで、ね、うん、その代わり礼金とか敷金とかそんなのにかからないから、そのまま入居して基本は前家賃、1ヶ月4万円かな、うん、前家賃を払って住んでいくっていう感じになります。まあ、ただ今どれぐらい所持金があるのかちょっと失礼で、今いいですか、お伝えして。所持金が一応現状今2000円なんですよ。全然です、はい。まあそれはね、うちで働いてる以上やっぱ私保証人になるんで、アパートのね、全然前家賃とかもちょっと建て替えたりとかそんなのしますけど。ありがとうございます。すみません、本当に。ドア開けたらさ、一面蜘蛛の巣だらけとか、はあ、そんな感じのアパートなんで、まあうちの従業員も何人かこっちのところに住んでるんですね。それはもう、うん、我慢して掃除しましょう。もし今日もし済ませていただけるなら、はい、この後一緒にでも掃除しましょう、はい、そうですね、っていう形で、はいはいはい、堂々とそこに2人で住めるような話はちゃんとしてあります。あ、猫に関しては構わないけど、猫がもし傷つけるようなことがあればそれは弁償してくださいってこと。
まあ、それでも普通の賃貸そうですもん。そうですね、はい、だから特に猫飼ってるからじゃあいくらにしますよとかじゃない、みんな一緒ですから、飼ってない人だとね、家賃が、はい、それで話がついて、ありがとうございます本当に。そうですね、アパートに関してはそうです。はい、危険定とか情報処理とかも、はい、持ってるね、いろいろね、もったいない、はい、あーちゃん持ってるんですね、それ。みんなあれか、水商売出身だね、はい、二人ともね。はい、一つちょっともお聞きしたいんですけど、はい、今生活保護を受けてるわけですよね。はい。そのどういういきさつで生活保護をもらうようになってる、それをちょっとお聞きしたいんですけど。あ、そういうことですね。あんまり言いにくいことは言わなくてもいい。大体大まかに言ってもらえば、どうしてそうなったのかなっていうのをちょっと聞きたい。ああ、そうですね。もともと自分ホストクラブの方をしてたんですけども、最終的に自分で出したんですけども。ああ、なるほど。共同経営っていうのをやってまして、で経営のこととかも全然分かんなく、とりあえず今の勢いだったら案の定オープンして1ヶ月も経たないうちぐらいになっちゃって、まあ他いろいろあって、まあ、この子と知り合って結婚したんですけど、でそこから普通の仕事をしようかなと思ったんですけど、この子のなんか条件なってたんじゃん、お前か。私が2人一緒にじゃないと、なんか元ホストなんで、で働いたら、まあ、その仕事場に女の人がいるじゃないですか。なるほど。だからそれが浮気になっちゃうんじゃないかと思っちゃって、でそれでちょっと別々が嫌で一緒のところで働くみたいな。なるほど。じゃあなかなかじゃあ2人一緒に働けるところはなかったってことですね。ないっていうか本気でなかったです。うん、なるほどね。まあ、だからやっぱり生活保護の縛りを受けるよりもさ、2人が元気よく頑張って、その生活保護いらないよっていうぐらい頑張ってくれるとありがたいよね。まあ、2人一生懸命働いて頑張ってくれればさ、それに越したことない。ちょっとさ、苦しくてもやっぱアパートを借りて、ほんと歯を食いしばってそこでさ、やっていくっていうような形でやってもらえると、俺の方は嬉しいですね。はい。うん、まあ、それぐらいですね。じゃあ、そういうことで、まあ、すいません、本当に。あと、いろんな仕事の日程合い前の、前の横田、はい、横田にいろいろ聞いてさ、で一応社長、はい、伺いたいんですけど、はい、山本夫妻は社長のところで採用していただけるということですか。だから私どもは全然問題ないですよ。採用しない理由がないんで、うん、だからあとは本人たちがね、やっぱりこんな仕事はって思うんであれば、はっきり、いや、やっぱり無理ですって言ってもらえば、うん、ね、どうされますか、山本夫妻は。もちろんね、やらせていただきたいと思います。じゃあ採用ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、あ、すいません、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当におめでとうございます。よかった。ここからですね。でもね、で今からは住居の方にね、案内していただけるそうなんで、掃除しましょう一緒に、はい、今から、はい、マジおめでとうございます。本当おめでとうございます。よかった、本当に。あーちゃんおめでとう。マジおめでとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ行きますか。すいません、行きましょうか。じゃあ横田さん、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちこちゃん迎えに行ってあげるから。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。頑張ろうね。はい、社長
僕のその YouTube チャンネルは見てくださって。いや、まだ見てないです。そもそも YouTube 見ないんですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ一応この山本夫妻の動画とかも別に見たわけではないって感じなんですね。そうですね。で、井上さんから今回提案があったんですか。その提案受けた時どのように思われたんですか。いや、だから現代っ子なんだなって、そんな感じ。ああ、だって要はよく知らない相手じゃないですか。今日がおそらく初めて会った。あ、井上さんがですか。昔だったらそんなつながっていくことがないのが、今ね、そういう YouTube とかそんなあれでどん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 人がつながっていくっていうのがね、うん、まあいい面もあるけど悪い面もあるから気をつけなきゃいけないと思うんだけど、うん、仕事があんまりこうみんなに好かれるような仕事じゃないんで。ちょっと井上さんとお話しましたけど、結構ね、作業中も言われたりするそうですね。いや、まあそうですね。なんか強めなことをなんか。そうです。だからもう本当、あの、頭下げるのが仕事みたいになっちゃって、うん、まあ楽な仕事ではないんですよね。まあでも今後山本夫妻はその仕事をやっていかないといけないわけですから、ね。いや、本当ぜひ頑張っていただきたい。止めて、でこうやって OK になったら通すみたいな。あれですね、いなくなったらそう通してみたいな。であっち側にあーちゃんが立ってて、こっちに立ってるのが山本さんみたいな。こちらですね。階段が揺れない、めっちゃいいって。基準ちょっとやばいっすね。あ、ここの今空いてる扉のとこから選んでいいんですね、部屋を。でも同じ作りだと思うんで。ほうほうほう。って、え、全然綺麗じゃないですか。いいですか、見て。あ、お風呂はちょっと掃除すれば。あれ、え、全然綺麗。トイレもかな。ねえ。どうでしょう。すごい綺麗。全然綺麗ですよね。はい。わざわざありがとうございます。それでとりあえず前家賃で、はい、建て替えて払っておきますから。あ、もう本当すいません。本当にありがとうございます。日割りで今月分が24,000円と1ヶ月分40,000円なんで64,000円。はい。すいません。とりあえず払っておくんで、はい、了解します。青柳さん保証人ということで。はい。順番に保証人でつながってきちんとやってくれれば別にそんなのか。そうですよね。ありがとうございました。日割りで計算して24,000円、今月分が24,000円と来月分が40,000円なんで、今日64,000円今。はい。はい、すみません。はいはいはい。わかりました。じゃあすみません、ありがとうございました。はいはい、あとはもう鍵閉めてください。はいはい、すみません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、社長ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。すみません、本当にありがとうございます。でもなんかそれ社長がおっしゃってたより全然綺麗ですよね。そう、思ったら、ね、社長が全然綺麗ですよね。はい、お願いします。あ、じゃあお願いします。こうなってるやつあるでしょ。ここから向いてからだけど。ロフト失礼します。あー、でもなんかいい感じの、いい感じですね。収納もあるし。はい、ありがとうございます。とんでもない。それ浴室用。それトイレ。
あ、僕玄関の方やりますよ。すいません、じゃあこれで。はい。じゃあ社長ありがとうございました。本当に先生よろしくお願いします。これから大和夫妻のこと頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。ありがとうござい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 ました。はい、井上さんありがとうございました。ありがとうございました。すいません、あの僕一応あの保証人になってるんで何かありましたら僕に連絡ください。いつでもわかりました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。じゃあ引き続き掃除しましょうか。めちゃくちゃ懐いてますね。そうなんですよね。くせえな。知ってる？ヘルモン外しよう。はい。これトイレね。わかった？うん。これトイレ。この中だよトイレ。わかった？やっと猫ちゃんにも平和な暮らしが。よかったですね。はい。下に新聞とか。カナリアみたいにカラフルに歌いたい。ということでお二人お仕事とお家が決まりました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。どうですか山本さん今。いやー感動ですね。とりあえずどこで寝ればいいかを悩まずにはこれで済むようには、ね、なりましたよね。ホテルでお金を使ったりとかもしないでいいし、ね、仕事の内容とかもどうでした？できそう、ね、ずっとこだわり続けた山本さんと同じ職場っていうところがもう叶いました。ついにもうあーちゃん粘り勝ちじゃないですかこれは。本当にね、で理解のある会社の方々だし、ね、本当皆さん理解が、ね、あって、ね、本当良かった。そして何より猫ちゃんがねやっとお家をねできて本当に良かったです。頑張ってくださいね。本当に今日はあの社長さんにも許可取ったんですけど、またちょっとあのお仕事してる風景とか、はいはいはい、そういうのをあの取材させていただきますので、はい、お邪魔させていただきます。ああ来た、よかったね、お家決まって本当よかった。本当におめでとうございます。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 あちゃん、あちゃん、おめでとうございます。本当に感無量だね。感慨深いっすわ俺も。なんかやっとなんか一番なんとかしないといけなかった。全然全然全然お邪魔しました。どうもお邪魔しました。ありがとうございます。お疲れ様です。どうも。失礼します。お邪魔しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。